南港発電所は大阪市住之江区南港南7-3-8にある関西電力の天然ガス火力発電所。1990年11月に1号機が運転を開始3号機までが建設された。大阪湾に面し南港の南不当地区に位置する。高さ200メートルの煙突が特徴的。敷地内に PR 館 l ティ南港があるが、 2013年3月から休館している。発電所の集合煙突は大阪湾の玄関口のシンボルタワーにふさわしく、モニュメンタルな曲線を活かした三角形状のデザインとしている。発電所のシンボルとも言える煙突で、地元の人たちに南光スカイタワーという愛称で親しまれている。その美しいフォルムとともに、白に淡いグリーンのストライプが施されている。このことから、 白ネギくんの愛称で地域の皆様から親しまれている。1990年に完成。三間集合型鉄筋コンクリート作り煙突で高さは200メートルにもなる。また、工場緑化を実施するなど地域の景観との調和に配慮した発電所となっている。発電所の周りを取り囲むように設けられた緑化マウントと呼ばれる緑地帯は、 敷地面積のほぼ35%となる約18万平方メートルにも及ぶ。ありがとうございます。